どうも、タモさんです。換気扇でございます。換気扇が必要な場所といえば、思い浮かぶのが、こういうとこではなかろうかと。トイレです。汲み取りという、おそらくなんですが、ここがもともとの外に通じる窓だったのではなかろうかと。現在どうなってるかというと、なんと、こう、部屋があると。ちょっと向こうの部屋にでも行ってみましょう。こっちが向こうの部屋です。おそらく増築されたものと思われます。もちろん、トイレがある。だもんで、オールドルアーの匂いが漂ってます。はい。ちょっとトイレに戻ります。最初の頃は、特に匂いもなかったのですが、こいつらか、ヘドン臭はお前かと思ったところ、どうも違う。ヘドン臭は俺から出てる。よって、ここに換気扇をつけたいと。で、こちらの増築された部屋に戻ると、ヘップバーンの写真集、それはいいとして、ここから、換気扇を出して、こうアルミのパイプで、開いた、ここにダクトを作って、俺のヘドン臭を吐き出させようと、そう目論んでいるところです。はい、これで、なんていうかな、トイレ側、ここ丸、さっき書いた丸ね。で、ここからずいーっとこっちの窓、ここにも板をね、置いて、ここから逃がすと。逃がすこっち側の窓と、同じ高さ、トイレ側の、この穴と同じ高さで、これを、で、これがここにつくと。これも100ミリで、こういうストッパーがついてるんで、止まらなかったら、止まらなかった時に考えるとして、このアルミのフレキシブルパイプでつなぐと、こう、なんていうかな、最短距離で行きたいなと。はい。令和もう2年の4日、もうすぐ3時になります。おはようございます。今日なんか外すごい風なんで、多分だよ、ペンキ屋さんとか、堀江さんなんかね、ああいう人に聞くと、何やってんの、あんた、その塗り方とか。
ってなるんだろうけど、聞き入れません。はい。塗装とか、ペンキ塗り、まあ、含めて一切、うまくなろうっていう気はさらさらございません。はい。いいのかな。でも外だよな、これ。あそこに家に越してきた人、なんかものすごい電気塗り下手じゃないとかって外の人から言われるんだろうか。さて、こいつが乾くまでの間、こっちを塗っちゃおうかと。こいつでこう塗りっていうかね、オイルフィニッシュ、これでやっつけたようかなと。で、どう使うんだっけ、これ。布で拭き上げるだけで、なんかだよね。はい、布。これ、拭きました方がいいのかな。やらねえよりやったほうがいいだろ。なんかいろいろちっちゃい字って書いてあるな。いいや、もうもっと大きな字で書いてくれないとおじさん読めないの。さて、1階にやってきました。ここがね、はい、トイレ側に来て、ここの窓、ここにね、こうやってね、こうやってね、これごと止めちゃおうかなと。なんか馴染んでない？電源がね、なぜかここにあるんだよね。ちょっと足りない。ここの電源、これちょっとよく見ると、照明と連動してるかもしれないので、ちょっと調べてみます。要は照明と連動してると、トイレの電源を入れるとファンが回り出すっていう形になります。じゃあこれこっちに持ってきちゃえば線足りるんじゃねえっていうことで、とりあえずブレーカーを落としてみます。電源挿してファンが回れば OK。 いいね。トイレの電気消してみましょう。止まる、回る、で静かだね。
1月の5日さて、これをこっち上ね、ここに回すだけです、だけですなんて言っちゃったけど、だけで終わるかな。ここにいくわけですね。まあこれがねこんな感じで、まあ、つくわけですが、ここにねこんだけ隙間があります。これ埋めないとせっかく外に出た、ヘドン臭が逆流するっていう可能性があるので、ここ埋めます。だからちょっとねこの緩さ、この緩さがねすごく気になるの。なんかね、なんかどうしてもこれ気になるんだよね。なんとかならんもんか。知ってる人がいたら、そこのそこだろうって話なんだろうけど、マイチングひらめいちゃったよ、僕。まあこれ内側ね、であんまり美しくないんだけどな。やり直そう。なぜならまたもやひらめいたからだ。まあ、見た目はあれな感じになっちまったけれども、取れることはねえんじゃねえかと。よし、隙間に、なりそうなとこ全部隙間テープをベタベタ貼って、よし、 OK。今時こんなの100均で売ってんのね。どうだ？完成じゃねえの？では、電気をつけます。そして、これだね。電源オン。煙を出して確認してみたいと思います。ラベンダーの香りです。どう？吸ってるね。すごいよ、吸引力。できたっぽい。ということで、
これからはこいつが匂いの元だと濡れ衣を着せられることもなく、快適なトイレ生活が、始まることと相なりました。ありがとうございました。